っていい全力が見えへんかった今日も。本番が楽しみだ。私もお前用にいろいろ考えとくわ。じゃあな。はい、今日勝って、来週の水曜日のホールに繋げたかったんですけどもできませんでした。今回も、青井が勝ってハッピーに皆さんをします。4回のベルトを彼女持ってますけれども、私が3回にして自分が2回になりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。なんとかね、あいつらも間に合って。いやもう遅いんだよ、みんなマジで。なんか、やっぱ世間とかで、ああいうギャルとか、なんかいい加減とか思われたりしてて、まあ実際そうなんだけど、そう、でも、自分は、もう、あいつリボンで、ちゃんと、中途半端にやめないで、ちゃんと、こう、今日迎えられて、本当に良かったと思います。まあ今日、いろんな人応援来てくれて、家族だったり、仲間だったり、ファンの人だったり、もう本当に、今日が迎えられて、本当に良かったです。後悔はないのでまた皆さんに会えたらいいなと思います。今日は本当にありがとうございました。ゆうたんへ、今日はラストマッチお疲れ様でした。ゆうたんは、アイスでユキの一番キャリアの近い、先輩であり、唯一の同期でした。何度か夜遅くに、道場から一緒に帰りながら語ったこともありましたね。一度私がゆるかんお茶でもして帰りますかと聞いたら、いやお茶はしますねって断ったよね。タッグも組んでみたかったし、本当に戦ってみたかった。一緒に、白ギャルと黒ギャルでバラバラに入場したかったけど、その色も果たせなくて残念です。何でも話せる大人の同期がいてほしかったから、ちょっとかなり寂しくなります。ゆるさんはこれまでもこれからもプロレス界で唯一無二の存在であり続けると思います。だけどプロレスをやめると決断したゆるさんの前途が光と幸運と成功であふれていることを陰ながら祈っています。ありがとうございました。お疲れ様、ゆきひまや。どうしていいか分からなくて、でもう今はプロレスができて本当に幸せです。プロレス大好きです。まあプロレスでハッピーアイスリボンって本当にその通りだなって思います。ではありがとうございます。